ズデーテン地方、ズデーテン地方、チェコ語、ズデーテンラントは、ボヘミアモラビアシレジア、現在のチェコ共和国の領域の外縁部にあたる、ドイツ人が多く居住していた区域。チェコスロバキアでは、国境地帯とも呼ばれる。北西部の、北東部のズデーテン、南部の、と、ツナイム、で構成される。本来のズデーテンは、北モラビアのズデーテン山地付近を指す故称であったが、 コンラートヘンラインの運動により、チェコのドイツ人居住区域を指すようになった。オーストリアイコール、ハンガリー帝国の一部であったが、第一次世界大戦後のベルサイユ条約とサンジェルマン条約によって、チェコスロバキアの一部となった。しかしこの地域をめぐって、ナチスドイツとチェコスロバキアが対立し、ミュンヘン協定によって、ドイツへの編入が認められた。 第二次世界大戦後は再びチェコスロバキアに復帰し、現在はチェコの一部分となっている。ボヘミアモラビアに建設されたチェコ人国家は、西方からのドイツ人移民、東方植民を積極的に受け入れたため、次第にドイツ人の居住が増加していった。しかし三十年戦争によってチェコ人貴族が破れ、 ボヘミアにおけるドイツ人の支配権が確立されると、ドイツ人とチェコ人の間には対立関係が生まれた。アウスグライヒ以降は、チェコ人もハンガリーと同様の権利を望み、一時は、オーストリアイコール、ハンガリーイコールボヘミアの三重帝国が成立する可能性もあったが、ドイツ人とマジャール人、ハンガリーの反対によって継いえた。年には、チェコ人の帝国最 エドワルト・ターフェが、シュトレマイヤー言語例、ターフェ言語例を出し、ドイツ人とチェコ人の言語的平等を定めたが、既得権を侵されると感じた、ドイツ人とチェコ人の対立はますます激化した。1897年には、カジミール・フェリクス・バデーニによる、ボヘミアとモラビアの管理にドイツ語とチェコ語両方の習得を、むずけた、バデーニ言語令が発せられると、帝国内のドイツ人が、 一斉に反発、暴動を起こした。1899年に、バデーニ言語令は、正式に撤回されたが、今度は、チェコ人の暴動が頻発した。第一次世界大戦で連合国側で戦い、チェコスロバキアの成立を目指していたエドバルド・ベネシュラが、率いるチェコスロバキア独立派は、戦後の国土として、ボヘミア王官領、セイバーツラフ王官所法であるボヘミア・モラビア・シレジアの、 領域を要求し,ていたしかし、ボヘミア、モラビア、シレジアのドイツ人はドイツ内市は、オーストリアの内部に泊まることを要求していた。1917年9月16日にはこの地域の社会民主労働党が分離の動きに反対する集会を行っている。1918年10月28日に、国内のチェコスロバキア独立派が、独立宣言を行うと、 翌10月29日には、ドイツ人帝国議会議員が中心となって、エーガラントと北ボヘミアにの成立が宣言された。さらに10月30日にはシレジア、北モラビア、東部ボヘミアにが形成され、11月には南部ボヘミアと南部モラビアで、ベイマーバルトガウとツナイム、ザネムの両自治政府が建設された。これらドイツ系諸政府は、 地域の正式な確定が行われるまで、チェコスロバキア政府との間で行政に関する暫定、協定を結ぼうとしたが、チェコスロバキア側は反逆者とは交渉しないとこれを拒否した。11月20日には、チェコ軍団がドイツ系諸政府域への侵攻を開始し、12月18日までにドイツ系諸政府は解体、亡命を余儀なくさた。 一方で1918年11月に成立したドイツイコールオーストリア共和国政府はドイツ系地域をドイツボヘミア州オーバーエスターライフ州に区分し領有権を主張していた。パリ講和会議が始まるとオーストリア政府はドイツ人居住地域のチェコスロバキアへの編入に反対しもし行う場合でも住民投票を行うよう要求した。一方で チェコスロバキア政府も実効支配の追認を要求した。アメリカは民族自決の観点からドイツへの返入を主張したが、安全保障の観点からチェコスロバキアの強化を狙うフランスの要求が通り、ドイツ人居住地域はチェコスロバキアの領土となることが確定した。こうして310万に及ぶドイツ人はチェコスロバキアにおける最大の少数民族となった。しかし、 サンジェルマン条約と同じ日に、チェコスロバキア政府と連合国の間で、チェコスロバキア国内の民族平等を定めた、少数民族保護条約が締結され、ドイツ人を含めた諸民族の権利保護が求められた。ドイツ人居住域は正式なチェコスロバキア領となり、北東部のなどが設置された。1920年9月20日、チェコスロバキア政府は、 憲法の不可分の構成部分として言語法を定めた。これはチェコ語とスロバキア語を同一のものとするチェコスロバキア語を唯一の公用語とし、ドイツ語が公的機関などで使えるのは住民の20%以上がドイツ語を話す地域に限られた。また、チェコ人がほとんどいない地域にもチェコ語の地名表記が行われるようになったほか、 ドイツ人学校は次々に閉鎖へと追い込まれた。これらの政策は二重帝国時代から見ても後退であり、などのドイツ人諸政党はこぞって反対した。しかし、チェコ人も我々のドイツ人とドイツ人を呼ぶようになり、一般の住民同士の関係は比較的良好であった。一方で、チェコスロバキア政府はドイツを警戒してを築いていた。世界恐慌が発生すると、 ドイツ人居住域の状況は深刻なものになった。この地域の産業は、鉱山、ガラス、製刀、繊維など輸出頼りであり、零細企業が多かったため、失業者の割合も他の地域の2倍以上に達した。さらに、ドイツ人より、チェコ人の雇用が優先されているとして、ドイツ人の間で、チェコ人に対する不満が高まった。さらに、隣国ドイツにおける、 ヒトラー政権下の経済回復がドイツ民族の民族共同体を目指すという非民主的なコンラート変ラインに率いるズデーテン、強度戦線の勢力拡大につながった。1935年に強度戦線はズデーテンドイツ人等と解消し、同年の選挙で最多得票を獲得し、第二党となったが政府には参加しなかった。1937年9月16日に、 ミランホジャ首相とヘンラインの会談が行われ、ヘンラインは将来における自治権とそれに至るまでの自決権を要求した。しかし10月18日にズデーテンドイツ人の集会が禁止され、同等幹部カール・ヘルマン・フランクラが警察による暴行を受けるという事件が発生した。ヘンラインは公開書簡で早急な自治権設定を要求し、ドイツ公使も指示した。 ここに至って、ズデーテン地方のドイツ人問題は国際問題化し、ヘンラインも自治権要求から、ズデーテンのみなら、全ボヘミアモラビアシレジア地方のドイツへの編入に目標を切り替え、ドイツの支援を要請した。チェコスロバキア大統領ベネシュは、ドイツとの交渉を拒否していたものの、ドイツ総統ヒトラーはたびたび声明で、ズデーテン問題解決を訴えた。 さらにヘンラインとフランクにチェコスロバキア政府が受け入れられない要求を行うよう指示した。ホジャ首相とヘンラインはたびたび交渉を行ったが、ヘンラインはその都度拒否を行った。1938年5月にはドイツ軍がチェコ国境に展開しているという誤報が流れ、チェコスロバキア側は対抗して軍の動員を行っている。また、同時期の地方選挙では、 ズデーテンドイツ人等がドイツ人居住域における九割の票を獲得している。選挙後の八月十四日にはベネシュ大統領が交渉に参加し自治権を認める情報を行ったもののヘンラインはドイツに亡命して交渉を決裂させた。九百三十八年九月三十日のミュンヘン会談では優和政策を取るイギリスのネビル・チェンバレン首相、フランスのエデュアル・ダラディエ首相が ズデーテン地方のドイツ編入を容認した。ズデーテン地方のチェコ人やユダヤ人、軍管理は退去を余儀なくされ、1939年7月1日までに約22万人の難民、うち1万人はドイツ系が併合地域からチェコに逃れ、多くの財産を置き去りにせざるを得なくなった。一方で、共産党員やチェコスロバキア共和国ドイツ人、社会民主党員の一部は、 チェコ関係によって送還され、終戦までの期間を含めて7677人がドイツによって逮捕された。ミュンヘン会談後の10月1日、ヘンダインがズデーテンラント担当国家弁務官に任ぜられ、軍勢が敷かれた。1939年3月25日には、北部のエーガーラントとズデーテンが、とされ、ヘンダインが大韓区指導者となった。また南部は、 バイエリッシュイコールオストマルク大管区、1942年にバイロイト奥濁ククに名称変更、上、ドナウ帝国大管区、下ドナウ帝国大管区に分割編入された。ズデーテンラントに対する強制的同一化が進む中で、チェコスロバキア共和国ドイツ人社会民主党などの抵抗組織は弾圧され、強制収容所に送られた。 1939年3月1日には、チェコスロバキアも解体され、ボヘミアとモラベアは、米面命令保護領となり、フランクが親衛隊及び警察指導者となった。保護領では、チェコ人に激しい弾圧が加えられ、チェコ人の間で、ドイツ人に対する報復感情が高まった。このため、ハンナチス運動、亡命政府、連合国では、 ドイツ系住民の国外追放が重要な政治問題となった。ズデーテン活動後のチェコスロバキアに対するドイツの圧力が強まる中で、チェコスロバキア共和国ドイツ人社会民主党指導者は亡命を選択した。彼らはドイツ社会民主党の亡命組織と連携を取ろうとしたが、交渉は決裂した。1939年5月30日に、 チェコスロバキア共和国ドイツ人社会民主党のはロンドンでズデーテンドイツ社会民主党亡命組織を設立し、ズデーテン地方を代表する民主主義勢力として活動を再開し、9月30日、ドイツがポーランド侵攻を開始し、第二次世界大戦が開始されるとベネシュはチェコスロバキア亡命政府を設立して、ミュンヘン協定の無効化を目指して動き出した。 ヤークシュはイギリスとも接触したが、彼らがズデーテン住民を代表していないとして拒絶された。ベネシュとヤークシュは抵抗運動の一本化のため何度も接触を重ねたが、ボヘミア・モラビアの枠にとらわれない連邦制を構想していたヤークシュに対し、ベネシュは戦前と同じ単一のチェコスロバキア共和国の再現を目指していた。さらに国境線の維持のため、 ドイツ人の強制移住をも視野に入れていた。1940年3月に、ズデーテンドイツ社会民主党亡命組織は、ズデーテンドイツ人の自治権を求めるとともに、強制住民交換や移動に反対する、ホルムハースト宣言を策定した。しかし、ベネシュとの交渉は難航し、一部の幹部は、ヤーク氏を見限って、亡命政府側に合流した。1941年に、 独ソ戦が開始され、ソビエト連邦が連合国側に加わった。12月、ソ連指導者、ヨシフ・スターリンは戦後構想として、ベッサラビア等の領土要求とともに、東プロイセンや団地費の編入や、東部のソ連への割譲を含むポーランド国境の変更、図令点を含むチェコスロバキアの再建を提案した。ソ連の提案は、ドイツ人居住域からのドイツ人強制移住を、 前提とするものであり、アメリカやイギリスでもドイツ人移住が本格的に討議されるきっかけとなった。この動きは、ベネシュ党亡命政府側にとっては好都合であったが、ズデーテンドイツ社会民主党亡命組織側にとっては、事故の存立を脅かされる事態であった。1942年8月5日、イギリスはついに、ミュンヘン協定の無効を宣言し、亡命政府の目標が一つ達せられた。 以降、ベネシュのチェコスロバキア亡命政府は、ヤーク首都と関係を断絶し、連邦制は実現性を失った。1945年2月のヤルタ会談では、国境線に関するソ連の要求が、ほぼ完結され、戦後のドイツ人強制移住方針が固まった。1945年5月のドイツ降伏後、亡命政府を母体とするチェコスロバキア臨時政府は、 ドイツ系住民の資産凍結、市民権の制限などの布告、ベネシュ布告を発した。しかし、ドイツの権力が消滅し、チェコスロバキア政府も十分に支配権を持っていない状況で、報復的殺戮や強制労働などが行われた。8月2日のポツダム協定で、ドイツ人追放が正式決定されたことで、混沌状態は一応集結し、250万人に及ぶ。 ドイツ人の公式移送が始まった。しかしこの過程でも25万人の老人や子供が死亡したというズデーテンドイツ人側の主張がある。1950年までにチェコ在住ドイツ人の大半は自主的あるいは強制的に東西ドイツやオーストリアに去りチェコスロバキア国内に残留したドイツ人は16万5千人に過ぎなかった。追放ドイツ人の4割は 西ドイツ、ドイツ連邦共和国のバイエルン州に移住し、チェコスロバキアに対して、ベネシュフ国の廃棄と保障を求める活動を開始した。ズデーテンドイツ人団体の中でも、最大の組織が共闘会であり、1990年には会員数14万人を数えている。これら諸団体は、協議機関としてを結成している。ランズゲマインシャフトは、バイエルン州の保守勢力と結びつき、 西ドイツ政界にも影響を与える存在となった。東ドイツ、ドイツ民主共和国首相バルター・ウルブリヒトは1950年にチェコスロバキアを訪問し、両国の間に懸案や未解決の問題は存在しないとして、ドイツ人追放やズデーテン地方のところに異論がないとした。一方で西ドイツ側は、東ドイツと国交を結んでいる国とは、 外交関係を結ばない方針をとっていたため、チェコスロバキアとの交渉が行われるのは1970年代のビリー・ブラン政権による東方外交開始以降であった。1973年12月11日に、チェコスロバキア社会主義共和国とドイツ連邦共和国間の相互関係条約が締結され、ミュンヘン協定の無効と領土的要求が 相互にに存在ししなないいことを確認したた。が、ドイツ人追放問題については、触れられらかった1989年にビロード革命が起こりバーツラフ・ハベルがチェコスロバキア大統領となるとチェコスロバキアと西ドイツの関係改善が進められ始めた。ハベル大統領は集団的罪の観点でズデーテンドイツ人を戦後断罪したことは許されることではないとして ドイツ人追放について初めて謝罪した。1990年からはチェコスロバキアでズデーテンドイツ人問題解決のため、個人ではなくドイツ連邦共和国政府のみを相手に行うと発表した。この背景にはランツマンシャフトがベネシュフ国の廃止と財産の返還、さらに故郷に対する完全な権利回復を求めてきたことがあったという。チェコスロバキア政府は ベネシュフ国の廃止には反対し続けており、その後の基本方針となった。1990年10月3日にドイツ再統一が行われて、ドイツが統一されると、関係正常化の動きが加速された。ドイツ人が正式な手続きによる移送がなされたとするチェコスローバキアと、ドイツ人は追放されたとするドイツの立場は異なっていたが、2月27日に、 締結されたドイツ・チェコ全輪有効条約では追放が採用された。これにはドイツ側がチェコスロバキア側の表現の隙をついてミュンヘン協定の有効性を議題に持ち込み協定問題で情報する代わりに保障問題が存在することと追放表現を勝ち取ったとも言われている。1993年のビロード離婚によって成立したチェコ共和国も 前輪友好条約を引き継いだが、ランツマンシャフトをはじめとする、ズデーテンドイツ人団体は保障と、チェコ政府との直接交渉を休し続けていた。このため、ドイツ政府とチェコ政府は、政治的なジェスチャーを行う必要性を感じ、1995年には、両国間の共同宣言を検討し始めた。しかし、ランツマンシャフトと、ドイツキリスト教民主同盟が、 共同宣言は時期尚早であるとして反対したため交渉は中断した。1996年8月から交渉が水面下で再開されが合意された。宣言は12月20日に仮調印、1997年1月21日に正式調印が行われた。ドイツはこれまでチェコ側に体系的な保証を行ってこなかったが、この和解宣言によって 保障への道が開かれた。一方でランツマンシャフトなどのズデーテンドイツ人団体は1996年5月18日に同宣言を受け入れないと発表している。調印に参加したチェコ外相は宣言はピリオドではなくコロンだと述べ関係改善は今後の課題となった。その後もドイツのランツマンシャフトは人権上の問題からベネシュフ国の不法制を 主張している。チェコは、ベネシュフ国の正当性を主張し続けており、2002年には、ミロシュゼマン首相が、ズデーテンドイツ人は、ヒトラーの第5列スパイであったと発言し、ドイツやオーストリアから激しい非難を受けた。2009年には、ベネシュフ国が違法となりかねない、リスボン条約への加盟反対運動が起こっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。